はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はクラススコアについて生放送であった質問、いろいろとお答えしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まず一つ目の質問、クラススコアの倍率って全てのクラス一緒ですか、というお話です。はい、まあセイバーバーサーカーとか、まあ、セイバーランサーで倍率の違いはあるのっていうお話なんですが、これに関しては倍率すべて一緒となっております。はい、なんか倍率ちょっと違うのかなと思っていたんですが、セイバーアーチャーライダーキャスターアサシンバーサーカーランサーすべてイコールという形になっているんで、まあ倍率に関しては特に気にしないでいいんじゃないかなと個人的に思います。まあ個人的にはアサシンとかキャスターの倍率上げてほしかったなっていう気持ちはあるんですが、まあ多分クラス補正とかどうのこうの考えた際に多分まとめて一緒の方が良かったんだろうなとか思ったりしております。はい、まあ倍率は一緒となっているんで、倍率とかは気にせずにガンガン上げていくっていう感じでいいかなと思います。で、倍率のお話なんですが、まあ全て倍率が一緒ということで、まあ基本好きにガンガン開けちゃって構わないかなと思います。でどこから開けていくべきっていうお話なんですが、個人的になんだけど、この宝具威力アップですね、これを目標に開けていくっていうのが一番いいです。なんでかっていうと、宝具威力アップするだけで90プラプラの周回とかが楽になります。まあバスター性能アップとか旧性能アップとかもちろん強かったりするんですが、宝具威力が最大一応 10% アップしてくれます。右上と、左下ですね。で、左下？あ、左だったわ。すいません。左で宝具威力アップ 5% が2つあるっていう感じなんですが、これを開けるのが一番コスパいいと個人的に思ってるんで、まあ基本宝具威力アップのためにガンガン開けていくっていうのでいいんじゃないかなと思います。まあ右上に行って左下に行ってみたいな感じかな。そして次の質問なんですが、合計でどれぐらいアップしていくの、というお話です。これに関しては多分もう画像ポンと上げております。ドーンということで、バスターアーツ Q が 20% アップ、バスターのクリティカルが 20%、 アーツが 40%、 Q が 60%、そして普通のクリティカルが 10%、 エクストラアタックが 50%、 防御威力が 10% アップ、スター発生率が 50% アップ、レイジの攻撃が 50% の防御力と攻撃力アップということで、まあ全体的にまあ妥当な性能アップなのかなって思いつつ、 Q のクリティカルが 60% 上がるんですよ。これちょっとやばいなって思ってます。はい、まあ実質アサシンの救済がここで入っているのかなって感じかな。まあ9で殴ることが基本アサシンは多かったりするので、そういった意味ではまあって感じなんですが、まあ実際9のクリティカル力 60% 上がったらバーサーカー等でも普通に強くなるので、まあそういった意味では9の火力不足っていうのをクリティカルすることによって補ってあげてる倍率になってるのかなっていう感じです。そしてこれ3色バフに対しての注意点です。ちょっと見てもらったらわかるんですが、バスターのカード威力アップです。あ、バスター性能が上がったんだって思うかもしれないんですが、これ違います。バスターカードの威力が上がっているということで、あのバスター性能自体は上がっておりません。はい、なのでこれで一番わかりやすいのがアーツなんですが、アーツ威力がアップしているだけで、アーツの性能は上がってない、そこだけ注意必要かなと思います。まあただ一応これアーツの威力アップと書いているんで、もしかしたらアーツ性能が上がってる可能性もあるんですが、まあ威力アップってわざわざ書いてるってことはアーツ性能は上がっていないはずなので、はい、まあそこは注意が必要かなと思います。まあただオーバーキルした際にアーツでもオーバーキルがしやすくなった、イコールオーバーキルアーツの NP 獲得量が増えるみたいな形にもなるんで、そういった意味ではまあいいバフなのかなとかは個人的に思ったりしております。はい、ただ色自体の性能がアップしているわけではないんで、そこだけ注意してください。そして次の質問なんですが、成功の砂に関してはどれぐらい集めないといけないのですか、というお話です。これに関してはもうめちゃくちゃ単純、
全てのクラスで同じ砂の量を使います。はい、なのでそれでかける7してもらったらわかるんですが、1つのクラススコアで、6680の砂が必要となります。つまりこれをかける7してもらえれば、46760の砂が必要になるということで、相当数としては多いです。はい、まあエンドコンテンツということで、まあイベントで配布されるかどうかはわからないんですが、まあある程度はまあフリークエスト、オーディールコールのフリークエストの効率が上がったりとか、高難易度がちょろちょろと追加されたタイミングで砂の配布量っていうのが上がっていくと思うんで、まあそこに関してはまったりやっていくみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。まあ正直急いでやる必要あるかって言われると、なんかそこまでないなと感じているんで、まあ砂の合計量6680っていうのを頭に置いた上でまったりとやっていくっていうのでいいんじゃないかなと思います。で次の質問なんですが、どのクラス開けるべきなのというお話です。まあこれに関しては動画の方でも、1個前のね動画の方でもお話ししていたんですが、まあやっぱりバサーカー開けるのが一番無難です。はい、無難なことを言うとバーサーカーです。でまあ自分に関してもバーサーカーちょこちょこって開けてっているんですが、もうなんかシンプルにこれが一番安牌って感じ。まあ集会等で使うの誰って言われたらやっぱりバーサーカーだよなっていう話になるんで、まあそのことを考えると、まあとりあえず脳死でキャラクター育成したいって思う方に関してはバーサーカーを上げていくっていうので一番いいんじゃないかなと思います。ただ正直ね、どこ開けてもいいんすよもう、うん、なんかわざわざバサーカー今強いのにバサーカー無理に開ける必要あるかって言われると、まあさらに強くするっていう意味ではありだけど、まあエクストラ待った方がいいんじゃないっていう話にもなったりするし、まあ正直ね、優先度的なことを言うとバーサーカーなんですが、あの好きに振ってもらって構いません。うん、っていうのと、正直ね、俺個人としてはキャスターアサシンら辺を開けておくのがいいのかなって思ったりしてます。でこれなんでかっていうと、バーサーカーに関しては今周回で環境になってます。でバフとかしたらなんかぶっ飛ばしてくれます。ただキャスターにバフってもぶっ飛ばさないんですよ。って考えるんだったら、キャスターとかにガン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 バフっていった方が今後の周回の幅を増やすことができるって考えると、キャスターアサシンにやった方がいいんじゃね。まあここ最近だとテスカトリポカとかキャスギルとかが使えて、それの安定性が上がるんだったらそっちやった方がいいじゃんって個人的に思ってるんで、まあおすすめ、みんなにおすすめするやつはバーサーカーなんだけど、俺個人としてはキャスターアサシンとかをやっていくともしかしたらいいかもしれないねっていうのを言っておきます。はい、で次の質問、まあエクストラクラスまで待っていいですかというお話です。まあ現時点だとエクストラクラスの1、2が解放できないっていう状態になっているんで、まあこれまで砂を貯めるっていう選択肢はありですかというお話が来ていたんですが、まあこれに関して普通に OK です。はい、まあなんでかっていうと急いでやるコンテンツじゃないから。はい、バーサーカーのやつ、まあ脳死で自分は開けちゃったんですけど、まあ別にこれ開けなくてもストーリー攻略できるし、あのフリークエストもある程度攻略できます。はい、って考えるんだったら、まあ砂さっき6000ぐらい必要って言っていたんですが、それをコツコツ貯めてエクストラクラスが来た際に一気に全開放してエクストラクラス最強ってさせるのも普通に選択肢としてありだったりするんで、まあこれに関して待つという選択肢はありかなと思います。まあ全てのクラス今放置しといてやりたい時にやるっていうやり方もありだから、まあ結論として、まあ全てのクラスゆっくりやっていくっていうのでいいんじゃないかなと思います。そしてまあクラススコアに関してどれぐらい素材使うのっていうのがあったりするんですが、金素材多分合計で、50個ぐらいかなを各種類作っていく使っていくという形になっているんで、そんなに重くないです。はい、まあ軽くね、あの自分でね上げたいところ見てもらったらわかると思うんですが、なんかめちゃくちゃしんどいかって言われるとそこまでしんどくない。まあ銅素材とかに関しては70個ぐらいね要求されていくとかにはなったりするんですが、まあけどまあそれぐらいかぐらいなんで、なんで酒が来てたんだろうね。なんか酒がいっぱい使うからね、あ酒が来たのかなとか思ってたんだけど、そういうわけでもなく金素材も特に使わないし、
アペンドぐらいの、アペンドの方がね、正直ね、スキル上げに関しては相当辛いポジションになっているんで、なんかそのこと考えると、90プラプラはやっぱり嫌がらせだったのかなって、個人的に思ったりしております。はい、完全的な陰謀論ですね。で、あ、そうだ、クラススコア、ちょっと前回の動画では言っていなかったんですが、クラススコアはサポーターにも乗ります。ここ注意点って書いてるんですが、サポートのサーバントにはサポート元のマスターのクラススコア解放状態が反映されますって書いてます。で、まあこれがあるからワンチャン厳選とかされるんじゃないの、フレンド厳選とかあるんじゃないっていう意見がありました。はい、ただ多分ねないです。はい、理由としてめっちゃ単純。まずフレンド厳選するときにクラススコア多分見ないです。みんな見てるのって基本概念霊層だと思うんで多分気にしないっていうのと、宝具レベル5がやっぱ優先されます。前回の90プラプラ、アルクの完全体が周回で使えていたんですが、アルクの完全体クラススコア空いていないと使わんではなく、パーフェクトで宝具5だったら使うみたいな感じで重要視されていたのは霊装とレベルと宝具レベルでした。ってなった際にクラススコアをいちいち見て、うわこいつ全然やってねえやみたいな感じで厳選する人がいるかって言われると俺はいないと思うし、まあやったところで正直俺意味ないなって思うので、はい、まあそのことを考えると、まあフレンドに関してやらないといけないっていう選択肢で今やっちゃうともったいない気がするので、まあまったりやっていく、まあ他は気にしないっていう感じでやっていけばいいんじゃないかなと思います。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。生放送であった質問に関してはこんな感じでした。まあそれ以外に質問が出た際また放送とかでお話ししていこうかなと思いますので、気になる方はそちらチェックしてもらえれば幸いです。では最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.